ちょっと3レース目ですね、見ていきましょう。いきましょう。はい、1番から主走表出ますかね、3レース目、うん、はい、1番から後藤祐樹選手です。はい、これも3分線ですか。3分線、うん、1、7、5、4、2、3、6というね、ライン構成で、意外とこう先行意欲があるのが1の選手だけな感じがするんですよね、バック本数とか見ると。さっきあの注目レースみたいなので言ってたのが3レースですよね、うん、確か先行1社。あー、そうかもしれないですね。ウィンチケットで、ウィンチケットのやつで言うと、うんうんうん、だとするとやっぱこの1なんですよ、後藤選手、うんがおそらく先行一社と言われてた選手ですね、うんうんうん、ちょっとマサ見てみましょうか。マサ予想、そうですね、マサ予想は、そうですね、はい、はい、1先行なら 7の差しから、うん、7の13の135、うん、もしくは3飛びつけば4まくるということで、うん、14の23、6点になってます。うん、3が飛びつく、あ、1のラインに3が飛びついて、3のラインが飛びついて、うんうん、7と3でやり合って、あー、あー、そういうことか。隊列が短くなったところを4、2のラインがまくってきたら、1はもうそのまま後ろがごちゃついてるんでそのままいけるんですけど、そこにまあ4、2が入ってくるって感じですね。なるほど。まあでもここも本当に1771とかをこう買いたくなる、買いたくなる、なりますね、ここはところではありますよね。2レース目が1771だったからな。また結局オッズも 714.5 倍、175.8 倍というね、こっから売れてる、うん、この図だと雑ボックスできないんですよね。あー、なるほどね。そうですよ、4224もそれなりにあるからって感じですか。そうですよ、ガミっちゃう可能性が高いので。そうですね。これ AI 的にはなんかちょっと変わった本命ですよね、4716ですね。あんま変わったというか、まあ、2番目に人気ぐらいのラインからいってるって感じですね。そうですね。こうなんか山内大作選手は割と差しが5決まり手であるんですけど、うんうん、だから結構2番目に走るのが多い選手なんですよね。先頭で走るっていうよりは2番目で走ることが多い選手なので、うん、投票締め切り残り7分です。ラインの先頭ですもんね、今日。今回は先頭で走るっていうね。じゃあそれで力を存分に発揮できるのかどうかっていうところはありますよね。そうですね。ただまあ4がこう175の後ろ4番手とか取れば、そこからね、まくってきて、こんだけ差し足とかある選手だったら、っていう展開も、4が絡んでくるとかはありそうですけどね、うん、そうですね、うん、マサさんは1423と押さえてますし、もう嫌なのよ、あのゴール前でこう、いけ、いけ、このままこのまま、あー、たれたこんなんばっかり、本当にそんなんは嫌なの、本当に。ちなみに今回の注目選手は7番の選手です。米島健司選手、はい、1月の岐阜では一般戦ながらも力強い粘りでまくりで今季初勝利、去年4月に一番心配の種だった3姉妹の次女が学業特待生で志望校に合格。どっから持ってきたの、すごい、こんな情報なんで知ってるんだろう。子供たちの成長に刺激を受けている、勝手に言った、本当に言ったのかな、米島選手が言った、これ勝手に言ってね、言ったの、言ったのかな、言ったかも
しれないですね。わかんない、もうわかんない。でももしかしたらスタッフがだって米島選手と友達かもしれないじゃないですか、うん、いやそれだったらすごいよ電話して聞いたかもしれないです。いやそれはすごいけど本当かっていうね。45歳だからですね、ちょうどそれくらいの悩みが。一番人気にしちゃったの、ここまで来るとどうなのか。なんかもう1771で買ってなんか裏切られた時がショックだからどうしようとかすごい考えてしまう。そうなのね、そうだよね。シャタンで1214とかありそうな気がしちゃうな。はい、私決めました。うん。1441の2点にします。1441、はい、さっきちょっと固めの1771抑えたんですけど、うん、今回も1771で来るかなと思うんですけども、うん、4番の選手が結構、まあ、競争得点も高いですし、うん、直近の成績もすごくいいので、まあ、何かしてくれるんじゃないかなと思っています。ただ一番逃げる、自力勝負かなと、はい、自力決着という着するんじゃないかなと思っています。もう絞ったね、はい、投票締め切り残り3分です。そうだよね、そんなもんか、そんなもんか。なるほど。コメントだと7117-46って方もいらっしゃいます。やっぱり46、あそれはな、6まで、6まで、6ってすごいですね。か3の後ろ、まあね、泣かない泣かない。はい、松倉さん、はい、出しちゃいます。こちらです。はい、今度は打って変わって一応今度いやだからブレブレなんですよ、詰まるところ。まあでもまあ投票締め切り残り2分を切りました。これで買おうと思ってたんで1771の4500ポイントずつと2シャタンで1412を抑えてます、うん、なんかありそうかなと。まあもうよくわかんないです。とりあえずダメだよ。え、いや、ブレたらダメだよ。ブレたらダメだよ、うん、ちゃんとね、軸をしっかり、ピエンっていう軸があるんだよ。ピエン軸、軸を持とう。もうピエンはやりたくない、うん、そうね、当てよ、頑張る、うん、よし、はい、そうしましょう。大丈夫だ、ドン、7375、そして7447、2社と1000ずつ、うん、で、うん、まあ71っていうこのもう一番人気だけで言うと、うん、もう3連単で流して2345、うん、これも1000ポイントずつ、うんうん、本戦はもう7375とか74とかそこら辺ですね、うん、73なんか来たら君65倍あるんだから、73で、73で、うん、うん、いいの、まあ、やっぱ7-3のラインがあんまりこう注目されてないんですけど、結局その175の後ろ4番手に3ラインがつければ全然まあチャンスはあるんじゃないかということで、3、ただ6まではちょっと抑えられなかったなという。でやっぱり垂れるような気がするんですよ、後藤選手も。やっぱなんかもうイメージとして垂れずにゴールするのがもう全くイメージできない。ああ、これまでのレース展開を見てってことですか、はい、うんうんうん、っ
ていうことでもう7を頭にしてで、うん、なんだったらもう垂れて3着まで行っちゃうとか一番の選手がってなってくると3とかで同じラインの5とかがそのまんまっていう感じ。はい、ここで投票が締め切られました。はい、確定しました。2社単74,1310円、うん、3レタン745,5420円でした。ありがとうございます。おめでとうございます。素晴らしいドヤ顔な、分かったか。いや、まあまあまあ、そんなね全部取り返したわけじゃ全くないんですけど、いやまあちょっと本当に1位の選手が垂れてしまってというところでね、予想通りでしたね。レース展開バッチリ、やっぱね、みんなそれぞれ仮定してそれのまま来るとやっぱこう競輪って面白いという感じがね。いやようやく前回7レースやってゼロで、ああそうか、で今日も2レース外してますから、9連敗中だったんですよね今。あ、よかった、とりあえず11連敗。あ、そうか、前から性格の悪いスタッフが前から持ち越して11連敗、当たりましたからね。そうです、ここで巻き返して流れ変えていきましょう。ちゃんと調べてくれるんですね。嫌な人だな。出走表このようになっています。はい、1番から塚本大輝選手、以下ご覧のメンバーです。はい、あーもうこれもわからない、これは難しいぞ。これもわからないよ。4分線ですから。4分線、617234のラインと短期5、はい、ということで、こんなに分かれられちゃうとちょっと、だからこそもうこれは17とかじゃないんですよね。うんうん、まあ、そもそもラインが違うから、うんうんうん、これはちょっと、オッズ見て、でもね、オッズで言うと71で売れてんだね、これ面白いね。7117から売れてんだ。なんでですか、みんな。あ、でもオッズあんまり差ないないんですけど、でもやっぱライン以外の、うん、こう 2社で、うん、1番人気2番人気ってなかなかやっぱあんまないんですけど、ただこれの予想で言うと6の高田選手が、うんうん、こう逃げて、うんうん、で逃げたら、まあ、今までの流れで言うと垂れるじゃないですか。その時に1が残って、うん、7の堀内選手がまくってくるって言ったら、まあ、71とか17なんですけど、これを一番人気にするってすごいなと思います。正直本当小倉だからこうなっちゃってるっていう、逆にこう小倉のを利用して後輩と狙えるかもなっていうような。え、これ何レース目でしたっけ。5レース目、もうあと5、6、7ですから、そろそろ当てないとちょっと危ないですよね。ちょっと振り返りましょうか。いやもうこれちょっと僕はもうなんていうんですか、はい、こんだけ細切れでってなったら、いやこの5の選手がちょっとなんか不気味で、ずっと短期でこんだけ自力もできてってなったら一発狙えるんですよね、この選手って。すごい面白いじゃないですか、こんだけついたら、うん、5153545657どれ来ても、うん、7万とかね、9万とかになるんで、うん、まあこういうちょっともう誰が前に来るか分かんないようなレースはこういう買い方したら面白いかなと思って、はい、5を頭にしました。面白い、うん。2社単13,1900円、3レタン137,8390円でした。よいしょ、おめでとうございます。年代感じるポーズですね、これもね。昔のギャルの年相応ですよね、年相応。これはいやありがたいね、おめでとうございます。嬉しい。まあ、5頭で大きく張ってたんですけど、まあ、抑えの方がちゃんと抑えられてたんで、しかも意外と19倍ついてるので、1000ポイント持ってたんで、おー
200ポイント買ってたので、うん、結構だからもうポイント戻ってきました、ね、限定の金にちょっと戻ってきましたね。よかった。そしてお花ついた、はい、嬉しいな。おめでとうございます、はい。